皆さんこんばんは。こんばんは。はい、シリーズでお届けしております、動画ですね。YouTube にせっせとアップしてるんですけれども、タイトルを、トークアバウト AH 大滝というものをお届けしております。このアロングバケーションというアルバムが、間もなくですね、3月21日に、発売40周年を迎えるということで、この、まあ、ナイアガラっていうレベルから出てるんですけれども、ナイアガラのレベル見えねえか、出てるんですが、まあ、大滝詠一さんの個人的な、まあ、レーベル、まあ、個人的なっていう言い方も語弊があるんですけれども、大滝詠一さんが、まあ、初めて、まあ、その日本で初めてですね、作り上げたレーベルであるところ、ナイアガラの、その、まあ、第2期、の華々しい幕開けを飾った、第1期の話はまたちょっと動画遡っていただければと思うんですが、このロンバケという大名盤から40年を迎えるということで、この、ナイアガラ酒場をとしてね、知る人ぞ知る、我が JR 阿佐ヶ谷駅からの北口徒歩1分のロマン車でもですね、大滝詠一さんについて語らなければいけないということで、せっせっせっせとお届けしておるわけでございます。で、ここ数日はこのロングバケーションの、いろんな曲1曲目から始まって、前回第5曲目の我が心のピンボール、その A 面の、ラスト曲をお届けしたんですが、いよいよ B 面に入ります。まあまあそれはもう置いていただいて。はい、なんとなく持ってた方が落ち着く、はい、で、B 面 A 面という話なんですが、まあ、最近の若い方、ね、の中でも、ね、アナログレコード結構ブームだったりするんですが、うん、これの中身がこれです、うん、で これで、こうなっていくんですね。でこれマスターサウンドっていう当時同じロンバケの中でも割と高い方のやつを私が入手したんですけども、こんな感じでこれ30センチ通常の LP と呼ばれるやつですね。LP なんですが、これが、こちらが A 面。今までお届けしてきたのが A 面で、これをこうひっくり返すと、こう B 面になるわけですね。で、これをターンテーブルと呼ばれる、まあ、レコードプレイヤーに置いて、それで、まあ、順番に、もう針がこう、こう落とすとかね。その曲もうこれ目視が大変、本当もう大変なんですからっていうのは三平ですけど、でも通常だったらレコード聴く時っていうのはずっとここから行ってずっとこう行く、最後までまあ聞き通さなければいけないみたいな、そんなのがまあレコードの一つの文化だったんですが、簡単に何曲目とか出せないという、で、そのやっぱりですね、このレコードこの A 面 B 面があった時代っていうのは作り手の側もやっぱり構成っていうのをね、まあ今以上に、CD 以降以上にやっぱりこう考えていたわけで、そのやっぱ前回の我が心のピンボールが、A 面のラスト曲であるっていうことが素晴らしいのと同時に、で盤をひっくり返して針を落としたら今度今回お届けします雨のウェンズデイという大名曲が始まるわけです。でこれもですね、このロンバケというアルバムが大ヒットした、一つの、まあ、要素、まあ、それまではその大滝詠一という名前は知る人ぞ知るしか、もう超マニアはいっぱいいたんだけれども、まあ、一般的にはあんまり知られてなかった。このロンバケでも一躍もう大滝詠一という名前が世間に轟いたわけなんですけれども、この B 面の1曲目に、雨のウェンズデーを持ってきたというのもこのロンバケのね、大ヒットの一つの要因だったのではないかというふうに推察されるわけでございます。でこの雨のウェンズデーしっとりとしたすごい、まあ名曲なんですけども、割と私の周りではですね、女性陣、ご婦人方に結構人気が高い曲で、私の親友の弟分の奥さんも「雨のウェンズデー」すごく好きだっつってるし、ママも好きだよ。あ、私はロンバケの中の曲で一番雨のウェンズデー。ああ素晴らしい、
どう、例えばどう、いや、このなんともしっとりした感じというのが、うんうん、割とロンバケってこのジャケットも含めこうカラッとした感じのイメージがあるんですけど、うんうん、私割とあのこう湿度を感じるようなしっとりした、うん、ちょっと憂いのある、うん、あのこの雨のウェンズデっていう曲が、うん、詩も含めなんですけど、うん、好きで、うん、あのまあの後のイーチタイムに通ずるような、うん、ちょっと憂いを帯びた全体的にね、うん、この曲は、うん、それがなんとも好きで、うん、あとやっぱり歌詞が冒頭の壊れかけたワーゲンのボンネットに腰掛けてっていう、うん、あれが素晴らしい、うんうん、それだけで情景がもう浮かんで、そうだね、ああ、うん、で海が見たいわって言い出したら君の多さっていう、うん、あのやっぱり前回お話ししたような中で、うん、その大竹栄一師匠のね、そのメロディー系とノベルティー系の2つに概ね分類される中でも、そのメロディー系の中でも、うん、そのイチャイチャ系ではない方の逆の、うん、本当に諦め系の感じだよね、うんうん、もうあのそのワーゲンの色までこう、ね、うん、頭の中に浮かぶようなね、あ、うん、ママの中ではワーゲンの中に、あ、私の中では、うん、その壊れかけたワーゲンは、うん、薄い水色、おー、うん、へー、で ちょっと潮風とかでちょっと錆びてるとかがあって、あー、ワーゲンですね、あのいわゆるビートルはワーゲンビートルだよね、うん、あ、もちろんもちろん、ゴルフとかではない、うん、絶対ゴルフじゃない、ましてやポロでもない、うん、あ、なるほどなるほど、そう、うん、そうだよね、もう、まあ、その頃はやっぱりね、ワーゲンとかもね、うん、よく街中走ってたよね、ちょっとシャレオツな人はかな、うん、ほとんどね、そうそう、ワーゲン乗ってて、あの、うん、今でもね、昔のワーゲン大切に乗ってる人とかたまに見ると、うん、あ、やっぱりいいなって、うん、ね、それはやっぱり松本さんの、うんうん、松本さんならではのやっぱりあれだと思うよね、うん、これはやっぱり松本隆という人の凄さを、ね、うんね、感じるような、青山麻布あたりをね、風待ちと呼んでさ、うん、だから国道246とかで、まあもちろんご自身も乗ってたかもしれないけども、うん、ワーゲンがね、よく走ってたからね、あの辺はね、いわゆるスポーツカーでブイブイ言わせてる人もいればさ、うん、未だにいるけどね、神宮前とかさ、うん、だけどもやっぱりなんか昔のワーゲンビートル乗ってる人がいたりすると、うん、あ、かっこいいなっていうような感じだよね、うん、でそれで壊れかけたワーゲンで、うん、っていう感じで、まあちょっとこれはうんちくレベルのお話になるんですけれども、この、雨のウェンズデーなんですが、これにはあのギターとして、鈴木茂さんが参加してて、うん、ベースは細野晴臣さん、うん、それだけでも、うん、ありがたい、ありがたい、ありがたい曲です。そうだね。だから、うん、あの松本さんはあのいわゆる演奏家、ドラムスとかの演奏では参加してないんですけど、うん、だけれども、うん、作詞松本隆、うん、作曲大竹栄一、ギター、鈴木茂、うん、ベース細野晴臣ということで、うん、まあハッピーエンドの4人がまあ揃い踏みだ、思わず手を合わせてしまうというような。拝むレベル。うん、で、あのママがさっき言ったその湿り気っていう部分なんだけども、うん、やっぱりそのまあ基本大竹師匠はやっぱりあのアメリカンポップスの人なんで、うん、だからあのアメリカンポップスでそんなにいわゆる湿り気ってあまりないわけで、うん、まあ大概カラッとしてるわけだよね、うん、あの悲しき雨音とかさ、そういう雨とかを歌った曲とかも、うん、名曲もいっぱいあるわけで、まあ、例えばね、雨に濡れてもとかさ、うん、それからいろんなそういう雨とかも歌った曲もあるけど、全体としてはやっぱりその日本が持ってる特有の湿り気みたいのって、うん、あんまりない、うん、ないじゃない、うん、まあね、あんまり西海岸、うん、雨が降らないからね、そうそうそう、
まあ全体的に西海岸的な雰囲気で作られてるのがこのロンバ系なんだけども、でまあやっぱりそういったものは前回もお話このピンポンの時のもお話ししたんですけども、やっぱり大滝師匠が持ってると、あともう松本隆さん特有のそのね、当時の都会嫌いっていうか、ちょっと話が脱線するんですけども、松本隆さんはその青山麻布あたりのご出身で、だけれども前回の東京五輪とかでどんどん自分の生まれ育った青山とか麻布とかあの辺の風景がガンガン変わってっちゃって、 それをその時の自分の本当に幼少期とか青年、ね、高校くらいまでの風景をそれを風待ちと呼んで、まあ、一種のファンタジー化して、でその作詞家として、まあ、一躍世に名を轟かせたのが例の太田裕美さんの木綿のハンカチーフなんだけれども、あれも都会育ちのくせに東京が嫌いっていう、東京は悪者にされがち、そう松本さんの中で東京は悪者にされがちで、中原理恵さんの東京ララバイとか、まあ、その他ね、もう本当に、当時の、まあ、1970年代以降の東京が松本さんはね嫌いで、今は神戸とか京都とか、あの辺に住んでて東京には住んでない、現代的な東京はあんまり好きじゃない、そういう松本さんの心象風景と、あとやっぱり、まあ、岩手の東北とかで、まあ、育ったところの大竹栄一師匠との何かフィーリングがバッチリ合うっていうか、例えばそのハッピーエンドとか、それからファースト、大竹栄一ファーストって呼ばれる師匠の、まあ、ロンバキから遡るほど10年近い時の曲で、まあ、外はいい天気だよとか、乱れ髪だとか、あの辺の松本大滝コンビ、10年前の松本大滝コンビみたいなものが醸し出す世界、その2人のタッグみたいなものが、この雨のウェンズデーで、また復活したのかなっていうような感じはあるよね。で、ギャラリーフェイクっていう漫画の中で、その日本特有の湿り気として、長谷川東博っていう人の、絵が、その、少林図っていう、もやでかすれた、かすんだような、こう、松がいっぱい並んでるんだけど、こう、それが、ぼやけて見えない、霧なんだか湿り気なんだか湿度なんだか分かんないけど、そういったものが見えないっていう、ああいう世界にこの雨のウェンズデーでなんか通じるところがあるのかなっていう感じだよね。だからそれが繰り返しになりますけども、A 面はもう本当に超インパクトのある君は天然色で始まって、で、まあ、師匠の、まあ、ほぼ原点的な 50s ロックみたいなものの、我が子のピンボールで終わって、で、ふっと一息ついて、盤をひっくり返して、B 面にして、針を落としたら、もういきなり、こう、雨のメンズ。このね、もう、このシリーズの中でママとも何回も語ってるんですが、やっぱこのロンバケの曲順っていうのは、この曲順もね、このアルバムが大勝利を収めた完璧な、この世の中に完璧なものがあるとすれば、ロングバケーションだくらいのことを言いたいくらいにね、やっぱりその曲順、特に B 面の1曲目にこの雨のウェンズで持ってきたっていうあたりとかも、やっぱり最初と最後ってすごく重要だから、A 面もね、1曲目も最後も完璧だし、なんですよね、というわけでこの B 面の1曲目雨のウェンズでを、語ってまいりましたが、
ママから何か他にあれば、あのこういう割とロンバケの中でもだいたい君は天然色、あ、そう、そうだそうだ、はいはい、雨のウェンズデーといえば、あの昨日月刊ペンをあの読んでたんですけど、あのいろんな人がそのロンバケのな、あ、大竹栄一さんの曲でベスト3っていうのを上げていて、ほうほうほう、あのいろんな著名人の方がね、1位から3位まで上げてるんだけど、なんと雨のウェンズデーを横山健さんが1位に上げて、それがちょっと嬉しかった。おー、なるほど、うん、クレイジーケンバンドの、ああ、健さんっぽいかもしれないね、確かに。そう、他にあの 雨のウェンズデー1位にしてる人いなかったけど、まあそれがすごく私は嬉しくて、なるほど、ますます親近感というか好きに、あ、さっきママが教えてくれた何かの記事で、あの、BS、NHK の BS でやるやつで、健さんは我が心のピンボール大滝H っていう番組がねで今度あるんですけど、その中でケンさんも歌うはずなんだよ、何、もしかして雨のウェンズで歌ってくれたんですし、冬のリベラだって、あ、合ってる、冬のリベラだったら、まあケンさんに、あの声で冬のリベラだったら、あえて森進一さんを呼ばずに横山ケンさん、そういう感じだね。なるほど、この番組あのね、いろんな人が大滝さんの曲をカバーしているそうなので、はい、そうですね、たらこの嬉しい予感とかね、あ、これはすごくいいよね、あの声優のたらこさん、ちびまる子ちゃんの声優さんの、ちょっと涙なくしては、あの聞けない感じの、あとはまあ氷川きよしのさらば知り合いです、薬師丸ひろ子さんは探偵物語っていうのはもうこれはもう、あのね、ね、風立ちぬがちょっと許せない感じはあるんだけど、ロマンシャ的にはですね、っていう感じなんだけど、あのファンの方いたら申し訳ないんですけど、まあ、あの、それはあのあえてお名前は出さないで、でもナイアガラであれ喜ぶ人あんまりいないんじゃないかな、俺もそんな気はするんだけど、うん、まあいずれにしてもそんな感じで、あ、すいません雑談が長くなりましたが、ということで次回は、私がですねロンバ系の中で、君は天然色に次いで好きな、スピーチバルーン、これを、お届けしたいなというふうに思います、ではまた、お付き合いいただきありがとうございました、次回またお会いしましょう、バイバイ。